どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は久々登場、歴史の曲で、式部フューチャーリングアワの踊り子チャットモンチー、ちょっとタイトル長いですけど、式部紫式部をテーマにした歴史のあのかっちょいい曲、コードはなんと4つをずっと繰り返すループでやってるというですね。コードはめっちゃ簡単ですよ。で、歌はやっぱりね、あのソウルフルでファンキーな感じ、おしゃれなんですよね歴史って。でも歌詞の内容は江戸時代みたいな、そこが面白いところです。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単に突っ立って、もともとコード入門コード4つですからね、やってみます。後半はやっぱこのノリとグルーブ、ノリノリのこのあのかっこいい感じが出るようにやる、かっこいいバージョン、2バージョン最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、ノリノリの曲、一緒に踊りたい歌いたい曲、楽器と一緒に弾いて歌いましょう。これ最高なんですよ。弾き語りって言うんですけどね。でですね、ピアノとかギターでやるのももちろんかっこいいんですけど、やっぱちょっと難しい。音楽は苦手だなとか、そういうね、私楽器やったことないというあなた、ウクレレがいいです、ウクレレ。ウクレレはね、弦4本しかないし、ちっちゃいからいつでも触ってられて、知らないうちにね、どんどんね、こう、のめり込んじゃいます。はい。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どん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 ウクレレで音楽が楽しくできるようになりますのでね、ぜひ皆さんこれを機に、始めてみてください。で、今 YouTube ですから、スマホでもテレビに接続、今できる時代になりましたからね、テレビでも見られるし、ウクレレちっちゃいからね、まあ、ちょっとの隙間時間ですぐこう YouTube で見られる、無料ですからね、気軽に音楽始めてみてください。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンをここというところにジャンプしていただいて、数字の1から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あら私今もうできちゃったんじゃんなりますから、ぜひ体験してください。じゃあリンクありますよ、初心者レッスンここ行ってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには私が今まで撮りためたありとあらゆる音楽の超絶簡単ウクレレレッスン動画が700曲もアップロードされております。最新の J-POP から夏メロ、昭和の歌謡曲、定番 J-POP から洋楽もたっぷりあります。ハワイアンもちろんあります。演歌まであるよ。アニメソング、映画の曲も何でもありますから。先ほどのリンク先の下の方に行くと検索できたり、リストから探せたりするようになってますんで、お気に入りの曲どんどん見つけてどんどんやっちゃいましょう。ということで、さあ早速やっていきましょう。式部、歴史。まずは簡単バージョンからやってみます。わ、Shiki shiki boom boom, shiki boom boom. Murasaki. Shiki shiki boom boom, shiki boom boom. Murasaki. Shiki shiki boom boom, shiki boom boom. Murasaki. Shiki shiki boom boom, shiki boom boom. Ne, kimi no hanashi.離れそうなほど絡む指先、ああ今心が乱れ染めにし、燃えて咲く花色は紫、派手な羽織も乱れ染めにし、シキシキプンプンシキプン、歴史の式部やってみました。ガズレレ流シンプル簡単バージョン、もちろんショートカットバージョンですけど、2番やりたい方コード進行一緒っていうか、もう最初から最後までずっとこのコード進行をた
ただただこうループで回してる。これやっぱブラックミュージックがルーツの音楽ではこういうループ、ループっていうんですよ。ぐーっと同じ中でこう歌と、歌が展開していくっていうのがかっこいいところでございまして。これコード簡単でしょ？超入門コードで。でもこのおしゃれな感じ。これが歴史のもやばいところで。そして歌詞は江戸時代。江戸時代だか平安時代だかちょっとわかんないです。昔の歴史の曲ですからね。あ、紫式部は江戸時代じゃないのかな？もうちょっとその辺はちょっとわからないんですけど。はい。で、今のテロップと一緒にやってもらうのもいいんですけど、はい。わあ、いずれはこう自分でノートに書き出して自分でそれを見ながら歌う。これをおすすめしています。どうぞ、その時の参考になるようにメモを見てください。今のここ、じゃん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 、へいってやって、まあ、ここの長さはちょっと倍なんですけど、まあ、一応参考まで。ここから、シキシキ、ブンブン、シキブン、ここのメロディーなんてもう一回聴いたらもうしばらく頭にこびりつきますからね。もう歩きながらずっとこのシキシキ、ブンブン、シキブンブン言っちゃう。はい。やってみてくださいね。はい。ここ、ラストだけこう、止まるって感じですね。ここ4回。で、ここから歌が始まる。見て、ずーっとこれずっと同じなんですよ。このコード進行。歌詞が変わっていくだけです。で、後半のかっこいいバージョンがこれちょっと注目なんですよ。矢印が。全部こことここに矢印入ってるんです。最初から最後までこれも。ここも後でちょっと説明しますけど、今のシンプル簡単バージョンはこのワンブロック4つ引きでずっとやったということです。まあこれね、メモるほどのこともないような感じなんですけど、一応映しておきます、ね。一時停止で。はい。ですか？じゃあこんな感じかな。一時停止でね。はい。はい。で、最後、ここまで来たら、また、シキシキ、ブンブンのここに戻って、最後は、こう、ジャ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 って、こうやって、ヘイで終わろうと思うんですけど。はい。出てくるコードの解説。Am, C, F, G, 7。これはもうびっくりですよ。この4つはウクレレ習った、その日に覚える、超絶入門初心者がもう、初心者でも弾けるコードでやっちゃいますわけだね、これね。はい。Am と C と F と G7 です。これ、もしわかんない方は、先ほどのね、初心者レッスンはここというところでも言ってるんですけど、まずこれを覚えて最初に、はい、これガズレレ必須コードって言うんですけど、これはですね、8個のコードの仲間のグループです。その中のこれ4つなんですけども、このね、ガズレレ必須コードっていうのは何だというとですね、コードって星の数ほどあるんですけど、全部覚えようとも必要もなければ覚えることもできないんですよ。じゃあどうしようかってなるんですけど、このウクレレさんにとってものすごく便利なコード、8個拾い出しました。この8個覚えておいたらですね、世の中の曲ほとんどですよ、全部とは言いませんけど、本当にね、凄まじいぐらいにできるんですよ。なんで超基本の8個のコードとして覚えてください。以前この8個のコードを分かりやすく私が解説している動画、ここリンク貼っておきます。なんでこの4個もそこに含まれてるんですけど、トータルで覚えた方がいいと思います。ここの動画はね、8個もあるから頭混乱するのを、まとめてくれる優しい動画、私が言ってるんですけどね。はい。そこでマスターしてください。まあだから今日は超とにかく入門コードってことです。で、どんどんいきますよ。まずここ見てください。まあ、コード4つって書いてね。これ見よがしに書いてありますけど。はい。ループ、ずっと繰り返しですね。で、はい。リズムですけど、かっこいいバージョン。こっからかっこいいバージョンの解説が入ってますからね。8ビートのチャというリズムでいきます。まずこんな感じ。C で押さえていきますよ。8ビートのチャ。この、これチャですね。チャ。これをドラムが、このパの音をチャで表現しています。これがチャがないと、これが普通の8ビートです。これができるようになったら、このチャで、ね、打楽器的要素を加える。これがまたノリが良くなるということでございます。はい。その弾き方、ここに解説しておきます。8ビートのチャ、これすごくかっこいいんですけど、まず8ビートの基本のができてないとできないので、まず8ビートをマスターしてから8ビートのチャに行ってください。はい。で、今日ですね、さっきもちょっと言ったんですけど、キーポイントになるのはね、これですね。ここの全部のこことここに入っている矢印マークです。テロップの中ではこのマークにしておきます。このマークはなんじゃらほいということなんですけど、まあ、ガズレレよく見ている方はご存知です。シンコペーションといってですね、リズムが前にスコーンと入ってくるやつです。はい。じゃあこの Am, F, C, G7 のコードで、ここに2箇所入ってるでしょ、矢印が。これ再現してみますよ。いきますよ。1, 2, 3, 4, シキシキブン。ちょっとアップに変わってるでしょ。Am から F のところでアップ。Am から F のところはね、F アップです。矢印のところでリズムが食い込んでるわけだから。シキシキブンブアーン。ここで変わるわけ。シキシキブンブン、シキブンブン。紫。ここの G7 もアップで変わります。紫。難しいのは、声、歌のタイミングと弾くタイミングがちょっとずれてるところがかっこよくもあり難しいと。ちょっともう一回やってみるね。シキシキブンブン。紫、はい、全部
最初から最後まで全部ここのシンコペーションが入ります。で、歌がその中で行ったり来たり、違うメロディーやタイミングだったりするもんだから、そこがかっこよくて、しかも面白いって脳トレ要素がたっぷりのところでございます。ここら辺やってみてください。シンコペーションマーク要注意です。イントロのがちょっと A マイナーで入るんですけど、こんな感じで、4ブロックもあって、だん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 ボリューム上がっていく感じ。最後ヘイです。こうですよ。頭だけちょっと強め、ヘイ、こっからシェイキシェイキって入っていく感じです。だん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 、こんな雰囲気が出せるように盛り上がっていけるように、これ強弱ね、ちょっとチャレンジしてみてください。で、今回はあとはそこ止まったり伸ばしたりする程度なんで、テロップに止まるとか伸ばすとか書いておきますから、はい、それを参考にしてやってみましょう。それでは、ガズレレ流かっこいいバージョン、シーキーブやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ヘイ、シーキーシーキー、ブンブン、シーキーブンブン、歴史の曲、ガズレレ流かっこいい場所やってみました。もうね、超いいです。私、これ大好き。もう、シキシキブーブーがもう回っちゃってしょうがないんですけどね。これね、ほんと、楽しいですね。皆さんもぜひ、盛り上がってみんなで歌いましょう。やっぱり音楽は、ね、自分で やってリズムのね、中に入っていくとき、本当にね、楽しい、豊かな気分になれると思います。はい。音楽楽しみましょう。皆さんありがとうございます。はい、ガズレレいろんなことやっております。ちょっとこれから5時、お時間ある方はご覧になっていただきたいんですけど、本日は見ていただいてありがとうございます。音楽どんどん楽しんでいきましょうね。チャンネル登録もこの辺にあると思います。よろしくお願いします。それじゃあご案内いきます。まずこっち、ガズレレ.com ホームページです。ホームページ見ると大体のこと書いてあるんで、ここでお願いしますね。じゃあささっと最新情報をお伝えしていきます。まずですね、ガズレレ全国駆け巡っております。そのご案内しましょう。はい、こちら見てください。6月16日沖縄那覇、6月30日長野市、7月は奈良行きます。まず6月のこう2つのフォーカスなんですけど、この那覇なんですけど、前日の6月15日は純駆動書店さん那覇店でガズさんのトークショー&サイン会があります。入場無料です。おっかなびっくり、ちょっと見たい方も待ってますよ。はい、もし面白かったら翌日のガズレレ大イベントでみんなでワイワイ歌いましょう。何でも質問答えるし、リズムも取れ時間なんかも設けようと思って、もうとにかくエンターテインメント要素満載ですから、ガズレレイベント面白いです。自分で言っちゃうけれども、ぜひ来てください、ということですね。でですね、そのイベント、まあ長野市もね、まあそれ6月30日あるんですけど、はい、それが終わったら東京でこれです。ドーン、千人ガズレレやります。千人ガズレレ、このご案内はですね、まあとにかくここに乗っけておきますけど、最新情報としては集合時間と集合場所決まりました。はい、集合時間11時半ね、公園、代々木公園大ステージ向かって右の、広場に集合です。本番は12時半過ぎです。これ、まあ、さっきのこのリンクのとこで見ておいてください。
待ってますよ。これは入場無料、参加申請とかも全くいらず、ドーンと来て、わーっと練習して、ドーンと本番ステージっていう夢のようなやつですから、よろしくお願いします。はい、で、これ、大好評発売中、イットミュージックから出てるガズの8曲入り超簡単ソングブック。大ヒット中でございます。本当にありがとうございます。なんで大ヒットしてるかというとね、まあ簡単だからですね。で、簡単にできる方はどんどん自分でコードを書き足していって、カスタムしてくださいね。あれ元ですからね。はい。これもよろしくお願いします。他にもいろいろ本出てます。グッズなんかも先ほどのホームページのところで、ご紹介していますんで、ぜひとも、ホームページご覧になってください。あとちょっと遅れ気味のこちらのウクレレのクラウドファンディング、今もうほんと最終調整で、いやもう申し訳ないんですけど、もうね、テンション高くなっちゃって、このウクレレをクラウドファンディングで皆さんの手にお届けするというプロジェクトが今進んでいます。はい、その辺のこともホームページにご紹介がありますので、ぜひともお願いいたします。はい、ホームページ見るとね、ブログも書いてますよ。いいことばっか書いてますんで、ぜひ見てください。本当にありがとうございます。そういうわけでガズレレで、ウクレレで音楽で、どんどん楽しく豊かな人生やりましょう。ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。ココナッツのフレーバー、ココナッツのプレイヤー。